チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、三日目です、はい。はい。今日どこ行きますか。今日はですね、はい、巨人日本ハムです。おお。巨人も行っちゃうんですかもう。巨人もね、はい、やっぱ首位狙っていかなきゃいけないためにもね、やっぱ足りないピースはやっぱ補った方がいいし、はい、日本ハムはね、うん、まあちょっと未来のためにも補強してチームを一新するのも一つの手だと思うんだよね。まあ今も頑張ってるけどね、ちょっと若手が頑張ればね、はい、ちょっと押し上げ、まだね、パリーグ上が結構落ちてきて詰まるから、はい、まだ日本ハムも A クラスより十分チャンスあるから、そのためにも、でも何か変えないとね、はい、若手のこの頑張りだけをちょっと、若手が多すぎるから頑張らなきゃいけない選手が、はい、それはちょっとね多すぎるなっていうところで、うん、まあ既存の選手がね頑張らなきゃいけないっていうところもあるけども、はい、新しい風を吹かそうというところで、はい、今日は巨人日本ハム、はい、じゃあまず日本ハムです。日本ハムは、はい、クモン投手です。クモン投手、私毎年毎年結構投げてるイメージが。で投げてますよ、多分今も一軍います、います、きっちり、はい、今も現在も一軍にしっかりいます、はい、うん、そうですよね、はい、うん、それを出しちゃうと、はい、しかも、はい、しっかり投げてます。お、はい、でしかも抑えてます。はい、はい、防御率はどのぐらいですか。防御率はですね、はい、4.26 です。あ、はい、でも出しちゃうとダメですか。あの、いや、なんでじゃあクモン通したのかなっていう。もうね、はい、日本ハムはリリーフの左が大渋滞、はい、ああ、そっか、右左の問題で、うん、うん、今ね、はい、川、はい、堀、うん、宮西、うん、うん、で、雲でしょ、はい、リーフに4枚も左、あ、これはよ、はい、今、今年は、うん、このコロナっていうのもあって、はい、去年と同様、うん、ベンチ枠31人登録で、はい、あの、普段よりも2人多い、はい、で考えた時によ、だからこう入れれるわけよ、うん、これがもし29と26の元に戻った時に、うん、はい、左4枚も入れないでしょ。そうですね。ってなった時に、うん、いいからこそ、はい、出す。なるほど。いいからその分対等のいい選手もらってくるってことですね。それぐらいハムは改善しなきゃいけない、うん、はい、その中で若い川野、うん、若い堀、うん、でもう生え抜きの宮西、うん、っていうところがいて、はい、左3枚、さすがに4枚目はこの31人登録っていうのがあるから成り立ってることだと思う、はい、うん、でしかもよ、多分まあハムとしては川野を多分先発として取ったんだけど、うん、やっぱり俺がけね言うその左の先発のローテーション入るためには、はい、チェンジアップ OK を9回2アウト満塁の2ボールからでも選択できる制球がないとなかなかローテーションでは厳しいと、うん、まあそれで1回2回ってね、うん、その調子がいい時は抑えれてもやっぱ1年間ではやっぱ抑えれなくなってくる、うん、だから今でもリリーフっていうのはそれに関係ないから、はい、今いい形で投げてる。でも本当は先発やりたかった、はい、でもリリーフの方がいい、うん、で堀もリリーフ、宮西もリリーフ、うん、クモン左ばっかり、はい、そうですね、ってなってくると、はい、いいクモンを出して、うん、いい選手を取ってきて、はい、でクモンは他のチームに行ったら、うん、一番手の左で投げる。確かに左のリリーフが足りないところとかに、うん、そして一番手で投げれるの、はい、よくない？いいですね、うん、クモン投手も幸せ、うんうん、だって左の長継ぎに、うん、だってロッテなんていないよ。そうですね、うんうん、でもロッテにね争ってるところにどうぞどうぞって言って、いやそんな戦力上げれませんってなるから無理だけどそうですね、うん、シーズンだから。でもやっぱそのいいからこそもったいないよね。はい、だから今ちょっと負け敗戦処理とかちょっとこう大差あったりとか、あと先発が早めに崩れての、うん、とこのリリーバーって感じだから、はい、まあ、チームとしての戦略的にはいるけども、うん、やっぱこれはなかなかいいからこそ出してあげた方が本人のためにもいいんちゃうかっていう、うん、そうですね。それでまあ打てる方とかね、そうそうそう、とか、うん、あの右のリリーフとかっていうのと変えても面白いよね、うんうん、そうですね。あとは、はい、まあ何言ってんやってなるのが、まあ、中島拓也。おぉ、石が出てるわけよ。はい、で、まあ、平手窓もいるわけでしょ、はい。私はね、ちょっと同級生なので、すごい、なんか日本ハムの中島拓也選手っていう、こう、なんかね、中島拓也日本ハムみたいなイメージがすごい強いのでね。うん、でも日本ハムってさ、はい、あの、日本ハムっていうのが強い人がどんどん出ていくやん。そう、確かにそれはありますね。過去で言うとね、はい、小屋の、うん、あと糸井。はい、鶴岡、うん、陽、はい、森本ひとり、確かに、だってあの俺と一緒にやってた全盛期の人たち、そう考えたらほぼ全員出ていってるよ。キャッチャー鶴岡でしょ、はい、出ていきました、うん、ファーストガッツさんでしょ、はい、出ていきました、はい、でサード小山でしょ、うん、出ていきました、はい、でショート金子誠さん残って、はい、でセカンド田中健介は、まあ、メジャー行ってまた帰ってきて、はい、
で、レフト森本一人でしょ、はい、出ていきました、うん、で新庄さんはそのまま引退、はい、で稲葉さんもそのまま引退だから半分ぐらい出ていってる。そうですね、うん、しかも私は出ていった後の方を見てるので、うん、もうそっちのイメージの選手ってイメージがついてますね結構そうなんですよね。でリリーフもよ、うん、あの武田増井マイケルだったの、はい、増井出ていって、はい、マイケルも出ていって、うん、っていう。そうですね、そう考えたらもうハムの顔って結構出ていくの。本当ですね、うん、まあ、そう思ったらまあ、出て行ってそっちで活躍したらそっちにいいじゃん、いいじゃん、ですもんね、ね、うん、そうなった時に、まあ、中島っていうところも、はい、まあそのね、若手に方向転換するんだったら、はい、まあ、そういったところでチャンスを伺うっていうのも、はい、まあ、過去の日本ハムの選手たちと同じルートを俺は歩んでもいいんちゃうかと思う、うん、そうですね、うん、中島選手も足もあるし、そうそうそう、ね、内野っていうところでね、はい、あのまだ使えるところはいっぱいあると思う、うん、そこをちょっと環境を変えてみてね、うん、やるっていうのは俺は一つの点なんじゃないのかなっていう、ね、うん、そうですね、うん、確かに。続いてじゃあ、はい、巨人ちゃう、巨人ね、住谷選手も出したばっかりですし、そう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 、ね、だからね、視聴者の皆さんは、はい、小林って言うんちゃうかっていうね、でもね、2人キャッチャーはね、これはもう出せない、うん、はい、だからそういう声がなくなってよかったよね、小林もね、確かに、うん、そうですね、そんなもう雑音ね、うん、言われまくらなくて、うん、はい、じゃあ、ジェーンズはこちらです、はい、石川慎吾おお、あ、日本ハムから、はい、はい、来た、はい、はい、もうとりあえず出してあげた方がいいです。意外と若いですよね。若い、普通に、うん、今はね、28歳、あ、でも28か、うん、うん、でもよ、はい、2軍で3割6分9厘、うん、あ、そんな打ってるんですか今、ホームラン5本、へえ、なのに上がってこられないわけですね。だって僕外野はよ、うん、まあ、あの松原、はい、丸、あ、そうか、で梶谷、うん、あ、もうダメだ、で、まあ、うん、ウィーラーがね今ファースト守ってるけど、うんうんうん、あのウィーラーが外野っていうのもあるじゃんね、はい、あとは外野でいうと亀井、はい、で立岡、うん、でまた重信とかもいますね、で来るわけじゃん、うんうん、ってなった時に、はい、で今ね右の代打とかだったら中地、はい、であと北村とか、うん、もういいね、スタメン出たりして、はい、あと広岡とか、うんうん、ちょっと優先順位下がってるよ。そうですね、うん、でも2軍でそんなにやってると、うん、ってなった時によ、うん、はい、欲しいとこあるんちゃう、しかもなんかもったいないと思っちゃう、3割6分9厘よ、はい、まあ、2軍とはいえ、2軍と1軍はもうこれぐらいの差あるけども、うん、でもそのこれぐらいの差があるところでもしっかり結果残してるってすごいじゃん、はい、うん、でしかも使われないんでしょ、はい、でめっちゃいいんでしょ、うんうん、いや出した方がいいですね、ね、うん、あ、日本の人、日本の人でしたね、ね、はい、行く日本の、あ、出戻りですか、うん、それでも日本もいいんちゃう、そうですね、外野ね、今、まあ、万波とかね、うん、あとは、まあ、太田も今2軍に押してるからね、 あと浅間がね、頑張ってて、はい、で近藤とかっていうところもあるけども、はい、今欲しいんちゃう、石川、あ、でも割って入れるかもしれないですね、可能性ある、だって石川は多分欲しいとこいっぱいあるんじゃない、うん、外野で右、はい、楽天も欲しいんちゃう、まあ、楽天も外野がいっぱいいるんですけど、でも左が多いんですよね、右いないじゃん、いないです、楽天欲しいんちゃう、確かに両内の田中和樹選手ぐらいしかいないかも、ね、はい、大越選手も怪我だし、うん、そうですね、橋本選手も、おー、あるかもな、あ、なんかそうですね、まだ楽天巨人ルートで、楽天巨人ルートで、うん、結構頻繁に行われる巨人楽天ルートで、また石川が、はい、楽天っていう、まあ、右って意味では、うんうん、しかもセパだからね、そうですね、別にそこ利害関係ないじゃんね、はい、じゃあコロン投手もじゃあ巨人に交換、左いるのよ、巨人、そっか、大江高梨いるから、はい、そうですね、左、うん、で今トネとか高木豪介、はい、ちょっと渋滞起こしてるよ、そうですね、だからもったいないよ、もったいないですね、クモンが巨人一番手で左で入れるところの方がいいけど、うん、全然いい全然いい、うん、そうかそうか、うん、まあでもありですね、ありよ、うん、でクモンで一番手で入れるんだったら、はい、ヤクルトとかね、あ、左ね、そうですね、うん、うん、いやチーム考えたらありますね、あるあるある、行き先、うん、だっていい選手挙げてるからね、はい、いい選手挙げてなかったらないよ、はい、俺はもういい選手挙げてるから、うん、それだって石川、はい、欲しいし3割6分9厘ホームラン5本打ってる、うんね、うん、右よ、はい、外野よ、うん、で足もそこそこあるよ、はい、それいるでしょ、いやいいですね、で巨人使わないんですよ、はい、いいですね、いいよ、楽天今あんまり盗塁する人もいないので、うんうん、だから右もいないし、はい、そういった意味では、まあ、外野はたくさん大勢いるんですけど、うんうん、左ばっかりだからね、はい、あと右もちょっと取ってるけどね、下鶴とかこれ取ってきたけど、ね、うん、まあ、なかなかじゃね、はい、和田蓮とか、はい、和田蓮も巨人から行ってるよね、そうです、
あ、そうだ、そうです、そうです、うん、巨人、楽天ルートちょっと多いですね。あるんじゃないですか。なくはないですね。ひょっとしたらね、はい、まあ、でもそれぐらいいい選手だからね、はい、そういった意味ではチャンスあげるとね、うん、面白いですよね。はい、そうですね、はい、ということで、はい、半分終わりましたけど、はい、ね、皆さんはね、どんな感じでしたか。はい、ライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや、会場出たら全部忘れてほしいですよね。いや、会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わり、あの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還です。